キンボールとは1986年にカナダのマリオ・ドゥ・マースによって生み出され2001年に国際大会も開催されるようになった直径 122cm のボールを使用して主に室内で行われる球技である。キンボールのキンは英語のキネシスの略で運動感覚といった意味であり、正式な競技名称はキンボールスポーツという。なお、本校において 以降は、キンボールという表記に統一する。使われるボールの大きさ1986年にカナダのモントリオール大学体育学部を卒業し、ケベック州で体育教師をしていたマリオ・ドゥ・マースによって考案された。以降、カナダはもちろんアメリカでも多くの学校や地域で採用され、他にもベルギー、フランス、ドイツ、スペインなどヨーロッパやマレーシア、 ブラジルなどに広がり、500万人以上の人々が楽しむワールドゲームに発展した。日本には1997年10月に吉田正信が初めて紹介した。吉田は、共有、主体、創造理念として1998年2月に国際金ボール連盟日本事務局を設立した。その後日本各地での講習会を通じて普及を行い、 小学校の授業でも行われるようになった。1999年4月にはより組織的な普及活動や国際大会への参加を視野に入れ、国際金ボール連盟日本事務局を発展的に解消し、名称を日本金ボール連盟と改め、新しい組織として発足した。競技スポーツとしても関西国際大学などの大学チームを中心に広がりを見せ、2000年に 滋賀県で日本初の大会が開催された。2001年6月には、カナダケベックで第1回キンボールスポーツ国際大会が開催された。2018年3月31日時点で、普及活動に携わる登録者は2万26名に上り、それぞれの地域での普及に力を注いでいる。メディアを再生する試合動画を大きく分けて、コンペティションゲームと、 リードアップゲームの2種類がある。オフィシャルルールとルールバリエーションとで構成された競技型ゲーム。通常、金ボールといえばこのコンペティションゲームを指す。使用するボールは直径 122cm、重さ 1kg。コートの大きさは13から 21m、16から 21m とする。公式競技は3ピリオドで構成され、総得点で競うピンク、グレー、 ブラックの3チームで競う。1チーム4人で交代要員は各チーム8人まで。3チームのキャプテンがジャンケンをし、勝ったチームがヒット権を得る。ヒット権を得たチームはコートの中央でヒッター以外の3人がボールを支える。他の2チームはコート内すべてを守れるように守備につく。試合の開始はレフリーの合図により開始とする。ヒットはヒットチームの一名が 必ず、オムニキンと言い、続いて、レシーブチームの色を大きな声でコールしてからヒットする。ヒットの瞬間は4名全員がボールに触れていなければならない。オムニキンは必ずしもヒッターが言う必要はない。オムニキンと色は別々の人がコールしても良い。ただし、その都度必ず1名のみとする。 ヒットされたボールは指定された色のチームが床に落ちる前にレシーブする。レシーブ成功後、自チーム以外のどちらかに同様にヒットする。レシーブ、またはヒットに失敗すると失敗したチーム以外の2チームに1点ずつが加算される。その後のゲーム再開は、レシーブを失敗したチームが失敗したところからヒットして再開。 ゲーム途中でもピリオド終了のタイムキーパーからの合図でピリオド終了。第2ピリオド、第3ピリオドスタート時は前のピリオドまでで最も得点の低いチームがヒット権を得る。同点の場合は日本ではジャンケンで決める。ルール、反則上級運則を犯した場合、他の2チームに1点が与えられる。チームがアスリートらしくない行為をした時段階的に、 キンボールスポーツを親しむ協調型ゲーム。多くの人数でプレイでき、小学校低学年や高齢者、障害者なども楽しめる。など2年に一度ワールドカップが行われる。指導者資格にキンボールスポーツリーダーとキンボールスポーツマスターの2種類がある。日本でのキンボールスポーツ普及を目的とした競技団体である。国際キンボール連盟。 日本レクリエーション協会に加盟している。キンボール W ハイ男子 V、女子準 v 三選手が報告ミキ、キンボールスポーツワールドカップにて、日本代表男子初優勝、女子準優勝。ありがとうございます。